動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ガッツ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 食べようじゃ俺の料理でフードンファイト、上馬料理バトル食べようじゃやっていきましょう。なんか随分1週間に1回ぐらいしかしてないのになんか随分長いことやってなかったような気がする。用意ができましたら A ボタンを押してください。押しますね。さて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 、ですね、イベントは変わってないよね。前クリアしたバレンタインイベントのまんまですよね。うん、バレンタインイベントのまんま。今回がですね、2月16日となっております。で、3月1日から、大型アップ、3月から大型アップデート、そして、新中華一番とのコラボイベントが開催予定となっておりますね。で、3月1日からですね、ひな祭りイベント、ひな祭り限定の氷、食べ紙が出現するということで、また、そちらの方をイベント、やっていきたいと思います。じゃあ今回はね、福引きからやっていきましょう。最近福引きやってこなかったんで。早速福引きの方、これガンガン使っていかないとな。お、親父来た。でも虹じゃないな。だいたい親父だと蝶あたりになる確率が高いんですよな。さあ何が出るかな。これは普通か。新鮮人参、やっぱりね、野菜は新鮮でないとね。ご飯、お米は大事だよ。みんなお米食べてる？って。さあ次は何が出るかな。玉ねぎか。玉ねぎのサラダとか俺あれ好きなんですよね、シャキシャキして。もうあと1回やって終わりにしましょうか。これで終わり。さあ当たれ。ダメですね。デリヒカリちょっと良くなったね。ただちょっと幸先が悪いですね。開始の、じゃあまあそんなもんでクエストの方行きますか。まだ第一章のあれですよね、フリーサブクエストを。そうですね、第1章のサブクエストをやって終わりにしましたね。これで味変のね説明を受けて、でしかもさらに幹部の一人が、ね、食べに来てたっていう話ですからね。ここで初めて女性幹部の、カミュね、あれと対戦しましたね。じゃあ、サブクエスト2からやっていきましょう。通り名を決めちゃいな。食材ハンターのカイルから隠し味をもらった食べる。そいつでヤッキーをパワーアップさせるんだ。あれヤッキー先輩、先輩じゃないわ。ヤッキーこの前になんか味変させたような気がするんだけどな。通り名決めちゃいな。通り名を決めちゃいな。チャイナだけにね。違う違う。今日はどんな料理を作ろうかな。よう食べる。あ、カエル。カエルケロ。お前味変をマスターしたらしいケロな。
うん、それでもっといろいろ試したいから、食材を探しに来たんだ。だったらこいつを使ってみるけど、ケルベロスソース。いいな。なんだコリーヌ、なんだコリーヌ。隠し味のケルベロスソースケロ、これを使うと面白いことが起きるケロ。面白いこと、あ、隠し味だからあれか、味変とは違うか。それでいろんな食べ紙を作ってみろケロ。食べる、俺で試してくれよ。よし、任せとけ。今ちょっと口が甘かった。どうも息を吐く量が多いのかな。うむ、食材の装備について教えてやろう。食べ紙には強化や進化の他に強くする方法がもう一つある。選ぶのだ。まずは食材を選ぶのだ。というわけでですね、食材を選びましょう。ここだ。ここで食べ紙に装備する食材が変更できる。食材を装備すると食べ紙のステータスが上がり、食べ紙のステータスが上がり強くなるのだ。装備できる食材は食べ紙ごとに違うから気をつけるのだ。次に隠し味食材について説明するぞ。隠し味食材はどの食べ紙にも装備でき、さらに通り名というものがつくのだ。あ、通り名はちょっと知らなかったですね。選ぶのだ。まずは隠し味を選ぶのだね。最初の方でめちゃくちゃあれですね、自力で調べてやってましたね。ここでちゃんと教えてもらえるんだ。まあいいや、2回目ですけどね。今度はしっかり教えてもらいましょう。というわけで隠し味、これを使うのだ。次はケルベロスソースを選ぶのだ。あれ、攻撃スピードゼロ。ここだ。名前に注目するのだ。このように隠し味食材を装備した食べ紙は通り名がつくのだ。今回は練習だから、次からは自分で装備を行うのだ。食材を集め、気に入った食べ紙に装備させるがよい。はあ。俺はブラックヘルハウンド、ヤッキだ。カリー、中二病リーヌ、カリーヌさん。キャー、助けてー。腹減ったー。嘘だろ？ハングリーイーターだ。食べる、新たな薬器の実力、見せてやるケロ。ということなのですが。じゃあ、食べるで、フレーバーストリームを使ってみましょう。で、ゲスト食べ紙の薬器を使用します。どう変わったのかはちょっとわかんないんですけどね。攻撃力とかそういうのの変化もなかったですし、神馬料理で俺が勝つ。しかし通り名がつくっていうのは見落としてましたね。 Are you hungry? Ready? Fire!さあやっていきましょう。早速ですね、カリーヌさんをこう召喚いたしますよ。我がチームの主力カリーヌで、あれはヤッキ先輩で、はい、お兄ちゃん先輩です。これは取られたかな。あ、取れてる。あ、いましたね、ヤッキ。マヨネーズをかけまくれ。焼きそばにマヨネーズかけるタイプ使うの。俺はからしマヨネーズだったらかけるかな。召喚可能で召喚しました。ここでカリーヌさんの必殺技を発動。カレーをかければ全部カレー味ってね。はい、これ
でノエルユーミンを召喚。この薬器のところの、援護に向かわせます。しまった、遠すぎた。マヨバットトルネード、特に必殺技の変化もないですね。やっぱりリーヌさんを再び召喚して、ここはもうガンガンに召喚していきましょうかね。さあ、お兄ちゃん先輩も召喚。で、トカゲをさらに召喚して、お、最後の振るっていうのがどういう動作なのかわかんないんだけど、まあでもこうやってフレーバーストリームはね、サポート系の、必殺技なんで無駄打ちするということはないですからね。今年の予報はもう終わったよ、もう終わったんだよ、お兄ちゃん先輩もう終わったんだよ。ね、マヨネーズをかけるお好み焼きとか見てるとちょっと腹減ってくるな。さあ勝ちました。よし、大満足だろ。レベルもアップしましたね。ジェラショコラ今回出てないんですけどね。お、初回報酬として、ケルベロスソースが、もらいましたね。ごちそうさまでした。はい、おそ松ヤッキーすごいじゃん。最高の結果だけど、どうケロ、食べ紙と隠し味はどんな組み合わせも自由、料理には無限の可能性があるけどよ、俺ももっと気合の入った通り名が欲しいぜ。というわけですね。まあこの回は隠し味が装備できる、そして通り名がつくっていう感じだけでしたね。まあ、能力的にはやっぱチュートリアルなんで、つかなかったみたいですけど、個人で、あと自分でやる分に関しては多分能力値が上がったりするんですよね。じゃあ、サブクエスト3、4と、やっていきましょう。究極の選択、あなたはどっちを選びーぬ。進化食材をゲットしカリーヌをパワーアップさせよ。お、あ、ついにカリーヌさん、第2段階で進化ですね。究極の選択、あなたはどっちを選びぬ。はあ、おいおい、どうしたカリーヌ、腹でも減ったのか。違うリーヌ、ため息だリーヌ、僕もそろそろもっと強くなりたいリーヌよ。早いんじゃないかな、まだ。しかも進化のあれがサブクエストで出てくるっていうのがね。あ、でも本編でもちょっと出てくるのかな、深海イベント。だったらあいつに相談してみるか。
困った時の帰るだケロ、話は分かったケロ、食べ紙の中には進化のパターンが複数あるものが存在するケロ、カリーヌもそのタイプ、2種類の進化から選べるケロ。2種類？カリーヌが進化できるのは、王室専属の料理人が記した貴族カレーか、伝説の海軍に伝わるレシピ、海軍カレーだケロ、横須賀基地。カリー貴族か海軍、すごいリーヌ。食べ紙には進化の先が複数存在するものもいる。そう、カリーヌのようにな。進化に必要な魂食材は進化先ごとに違うぞ。進化させたい食べ紙がいるなら、必要な魂食材を確認するのだ。というわけですね。お、こいつもカレー系食べ紙か。お、すでに進化したやつが。先輩だな、進化の先輩だぜ。僕と違って庶民のカレーだけどね、サーベルー王子。こいつ貴族のカリーヌリーヌ。でも進化したら簡単に貴族になれるっていいよね。やめろ。おい、カリーヌをバカにするな。ふん、じゃあ勝負だ。もしお前のカリーヌが俺のサーベルー王子に勝てたら、言いにくいな、ルー王子に勝てたら、海軍へ進化できる食材をくれてやる。なんでだよ、貴族に進化する食材をくれよ。お前貴族に進化させたんだから貴族のやつくれよ。よし、絶対に勝つリーヌ。多分彼もあれでしょうね、貴族にするか海軍にするか迷った挙句、じゃあ貴族っていう、そんな感じでしょうね。じゃあ戦っていきましょう。神馬料理で俺が勝つ。Are you hungry?さあ準備は整いました。早速カリーヌさんを出撃です。そろそろ何かしらメンバーを変えていきたいですね。あんまり同じやつすぎるともね、ひたざまく取られたかな、取られてないか、よし。腕が鳴るぜ。一丁上がり。で、ノエルユニオ召喚、カリームさんの必殺技を発動。これで決まり。さあ、全部カレーで満たしてしまいってね。ここら辺で、一丁このショコラを召喚したいですね。タイミングよくアイスを乗せろ。あ、危ねえ、失敗しようか。あ、いつの間にかちょっと端の二人がやられてますね。え、何？何？え、止まったんだけど。待って待って、え、どういうこと？どういうことなの？マジで？え、ちょっと止まったんだけど、エラーを起こしたんですけど、とりあえずタイトルに戻されてまいりました。
タイトルっていうかホーム画面に戻されたんだけどね。なんで？いや全く分かんないんだが、データはとりあえず残ってますね。残ってますね。食材あれがあるはずなの。あったあった、ケルベロスソースがあったので、サブクエスト1はクリアしている。ちょっとこれどういうことなんですか。もう一回やってみましょう。もう時間もね、いい感じなんで、これクリアしたら今回ちょっともうおやす、終了します。じゃあバトルのところまで飛ばしていきましょうか。いや怖っ。早送り。トン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 。ね、複数進化。それで貴族の野郎がイチャモンつけに来たかったってね。でなぜかね、海軍のね方のカレーを渡すっていうね。いやー貴族のやつくれよっていう話なんですけど。じゃあ再びやっていきましょう。これでもし止まったら、何が原因になるんだ。ちょっとね、3月1日の3月の巨大アップデート、あれにちょっと望みをかけるしかないですね。さあ再びバトルの時間ですよ。さあカリーヌ出撃して、次はノエルユーニーでいきましょう。ノエルユーニー取った。でカリーヌさんをもう一体出しまして、必殺技を放ちつつ、前進していく。デビスコラー、あ、はい、トカゲ。もう出して、デビーショコラノエルユーニの必殺技を放ってからかな。やったよし、いや頑張ってくださいよ。やってやる。一丁上がり。これで決まる。これで決まる。技、あ、しまった。ノエルユーニーが技を放つ前にやられてしまった。さあここでフレーバーストリーム、スキップ。特に1回見たからいいや。あれカメラがなんか変わってるんですけど、
カメラ変更がね可能なんです。どうやってやってやる。なぜかトカゲに。やってやる。なぜかトカゲに、変わっておりますね。リセットどうやるんだ。これねカメラね、カメラ変更がね王者ギアン装備してるのねできないんだよね。あーしまった、こっち食らってる。いつの間にか貴族が攻められて、清に攻められて、これ今ちょっと王者ギアを外してみます。で、あ、こっち、間違えた。どこで変えれるの？あ、違うわ。R コントローラー、R 側のコントローラーの、アナログスティックですね。それで。大満足だろ。帰ります。視点をちょっとね。さっきのがなぜトカゲに集中したのかはちょっとわかんないですけど。さっきのバグと関係あるのか。いやー止まったのは怖かった。データ消えたのかと一瞬思ったもん。どんなもんだリーヌ。いいじゃないか。まさか僕が破れるだなんて。さあ海軍に進化できる食材を渡してもらおうか。約束だ、持っていけ。食べる。早速使ってみるリーヌ。早速使うのか。全速前進。華麗なる戦士マリンズカリーヌ。よし。貴族もいいけどこっちもかっこいいリーヌ。語尾は変わってないんだ。よろしくな。よろしくな、マリンズカリーヌ。む、食べる。髪の毛が曲がってリーヌ。食べ王者たるもの、身だしなみも大事リーヌ。おいおい。あれ、どうしたの急に。食べる、背中が曲がってリーヌ。もっと姿勢を良くするリーヌ。海軍の兵士だけあって曲がったことが大嫌い、大嫌いみたいけど、まあ海軍はあれですからね、統一性を重視しますからね。あの海軍というか、兵士自体ですね。でないと、まあ、作戦に支障をきたしたりね、そういうことが起きますから。そんな、まあ、ちょっとだらしない食べるにとってはね、鬱陶しくなるんじゃないでしょうかね。というわけで、マリンズカリーヌの、進化食材を手に入れました。サブクエストではカリーヌ進化したんですけど、多分メインシナリオは進化はまだしてない感じになりますね。というわけで、ですね、サブクエスト2までしかちょっとできない、3までしかできなかったんですけど、途中ちょっと止まって、エラーを起こしたりね、ちょっと怖かったんですけどね。まあデータなんとかデータは飛んでなくて、続けることができましたので、で次回はですね3月突入しますので、3月の大型アップデート、そして、コラボイベント、降臨イベントと、目白押しになっております。じゃあ、次回はですね、早速ひな祭りイベントの方を、やっていくと思いますので、それからあとまたサブクエストの続きね、第1章のサブクエストを終わらせて、第3章進めていきたいと思います。それでは今回はこの辺でバイバイ。